XBTK 飛行する XBTK-144313 号機 XBTK は第二次世界大戦中にカイザーフリートウイングス社がアメリカ海軍向けに開発した試作艦上攻撃機強作機に敗れ採用されなかった XBTK-15 ナンバ、no. ー44313早速目により キャノピー右下にある黒い窪部分が排気口1943年、アメリカ海軍は、艦上機の爆撃機と攻撃機の一本化を図り、次期、主力来撃機計画研究効果爆撃機計画を出した。これに、マーティン社は、XBETM-1、ダグラス社は、XBET2D-1、カーティスライト社は、XBETG-1、そして、 カイザーフリートーイングス社は XBTK1 を提出して答えた。試作第1号機、ボナンバー44313は1945年4月12日に初飛行した。XBTK1 は共作となった XBTM や XBT2D、XBTC 同様全金属製の短座攻撃機だったが、 他社の機体が2500馬力長の強力なエンジンを搭載していたのに比べて2000馬力級のエンジンを搭載し競争相手と比べて軽量小型にまとめられていた。胴体に爆弾層を設けず、兵装はすべて主翼と胴体に設けられたパイロンに喧嘩するのは XBET2D 等と同じである。このほか、本機の特徴として排気管を エンジンカーリングのすぐ後ろではなく、胴体側面のダクトを通じて、コックピットのすぐ後ろから排気する形式を採用していたことが挙げられる。試作機は最高速度時速 600km を記録し、小型軽量の機体だったため運動性能もまずまずだったが、機体のサイズとエンジンの馬力の関係で、ライバル機よりも並走と載量が少なくなってしまったことが、海軍から嫌われ、また、 太平洋戦争の終結により新型機の需要も薄れたため、XBTM、XBT2D が採用となり本機は5機の試作機を製作しただけで不採用となった。生産型である BTK1 も17機発注されていたが、同時にキャンセルとなった。XBTK3 面図 XBTK1、ありがとうございます。